はい。じゃあ、お願いします。お願いします。正面から押さえてこない、押さえてこないで、こういうね、言ってくる人。これやられちゃいますから、こう来たら、こう終わりなんですね、こうやって。終わり。だから、普通は僕ら習ったのは、まっすぐ、正面の気が変化して横面。正面をこう、まあ、足からずっと押さえて、打って、打ちに行ったら彼がちょっとこっち。だから横面になったんですね。それでここ半身でこう、自分の半身、このままだと届かないから、こうなって届く。で、半身になって自分が。で、彼も半身曲がってるんですよ。こういう形が横面打ちで、だから、正面と横面は同じだよってよく言われたんですね。でも最近は意外とね、こう、横面はこう、正面はこう。で、横面はここから、こういうふうに打っていく人多いんですよ。こう見てて、これよくないから、正直言ってやってる稽古にならないんですよ。あの鳥の人の稽古にならないから、これ開けて今みたいな、これ終わりだからね。あ、いいですよ。これ終わりですよ。これ何もやる必要なくなるんですよ。これ終わり。何もやらない。ただことですから。それもいいのかもしれないけど、あんまりこう打ちますよっていうふうに相手やっちゃうともうバレてるわけですから、じゃなくてどっち行くかわかんないと見てて、でそういう形がいいな。でそれでちょっとやりましょう。こうやってそれをなんかさばいて自分ができる四股投げとかね、四股投げとか起きてこれをさばいて左右のアウトレアしていくと、でちょっと自由にね、打ち方の練習っておかしいんだけど、その打ち方をちゃんと、これ打ち方で自分が押さえる、蹴り、やだな、このままいったら蹴りとかもう全然さらしてることになっちゃう。この辺もストレートしながら、そういう打ち方の練習も兼ねてみましょう。じゃあ自由に横面でやりましょう。今横面、正面からこう。で、来ますとね、彼は予定通りここ来てるの。必ず、大滝さんはここ来て、キムさんはこっち来て、ダルダルさんはこっち来るとかありえないのね。これ片稽古だから、合気道って。横目打ちのなんとかでの稽古しましょうって言ったら、必ずここ来る。狙ってから来る。ここ以外来ないんですよ。こういうとこもあんまり来ないし、こういうとこも来ないしね。こっち打ってこないし、人によって関係ない。だから予定通り。予定通りをどうやって自分でさばいて、ね、どうやってさばいていったら彼のとこともらえるかなとか
どうやってやったら、でこれギューって痛くしてやっつけてやるって方法を練習してるわけじゃなくて、彼は予定通り来たんだけど、それは自分がどういうふうに自由に構えて、いろんなことできますかって、いろんな可能性、可能性をこうやって考えていけない、いろんなことできるんだね、何もしなくてもできる、予定通りですから、そこをみんな忘れちゃって、なんかこう、こんなチェイスしちゃってるな、競争しちゃうって人が多いからね、予定通りだってことが分かってれば、予定通りなんだから、予定、自分が予定通りでしたから、どうしたらいいかな、そういうことですよ。だそういうのをもう一回思い出してっていうか、まあ、気がついてるから、予定通りに来るってことね、それすごい大事なこと、予定通りの稽古してる。で、このバトルやってる人たちは、それ予定通りじゃないんですよ、予定を外してなんか競争してるのね。でも僕らは、その予定通りのところをどうやって自由に動きますかっていう稽古をして、それからまあバトルに入っていく人もいるし、そのまま自分を作るためにそういうことやってる人もいるんで、だからそこのところ予定通り稽古してね、相手と割と予定通りで、横面せっかくやったら、まあ大和さんみたいにね、こう相手の何このこういうあれを利用してね、こう自分はちょっと補助してあげる、彼の動きに補助してあげる、でそういうふうな形で、なんかこう形で、いろいろ皆さん、自分の道場とか、大道場とか、いろんな形やってるから、予定通りだったことをもう一回思い出して、予定通り来た、予定通りどうやって自分はどういうふうに動くか、そういうことを考えて、ちょっといろいろ結構やりましょうか。ね、そうだから、予定通り打ってきたのを、まず優先はね、自分が安全な場所で自分が自由に動くって話で、危険な場所でやりたくない、危険な場所っていうのはこうやって予定通り来たんだけど、あ予定通りですね、でもボカッとやられちゃいましたって、それじゃしょうがないから、安全な場所っていうのは彼の資格っていうか、資格で何かスタートして、常に僕は彼の安全な、入ってきたすぐ彼の資格にいるっていうのはすごい大事、これ予定通りなんだけど、このまま やり続けちゃったらやられちゃうから、だからその今度はじゃあちょっとすぐ資格に入るっていうね、2つ方法、普通は横目打ってきたらこっちの方で、このまま待ってると彼が次ね、これ緩めてこのまま入り方としてはこういう形でね、1つ目、そしたらすぐ線のこっち側に出る、自分はこの線の四角、彼来ない、足も来ない、それが大事、こっち側に入る、それから外に入る、ここに入ってくるの、彼はこれこの線があるから足来ないんだけど、この次これを緩めてこうマッチボンってくるのね、だから何しろ彼がそういう風になってくる前に自分が何、四角に入る、四角に、これすごい大事、予定通りだから四角に入りやすいんだね、予定が外れてくると四角に入れなくなっちゃうんだけど、予定通り結構だから、予定通り横目打ってくれたら四角にね、こう入る、それからこっちも四角に、すぐ四角に入る、で何回やるね、こうやってやるから、もうそれを少しやりましょう、何でもいいですから、四角にパッてすぐ入ったら四方投げをするとか、パッて四角に入ったら、パッて四角に入ったら右に投げをするとか、四角に入るの稽古だと思っていろんなことやる、横目打ってもらって予定通り横目で、次のテーマはすぐ四角に入る、それで自分動く、それやりましょう、じゃあどうぞ、予定通り打たせてで四角にさばくっていうね、話大事なんですけど、これ予定通りですから、この彼に自由に打たせてやらないと、予定通りじゃなくなっちゃう、彼は予定通りに打ってくるんだけど、これこう止めちゃったりすると予定、彼の予定に狂っちゃうね、僕も予定通りワンティやろうとしてたのに、こうやって止めちゃったら、だからなるべく止めないで彼に打たせて、予定通りに打ってきたんだけど、おっと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 ってこうほら崩れちゃったっていうふうに状況にしながら資格もらうっていうのが大事、これ止めてね、止めてガツンって止めて、ガツンと彼予定狂ってるから次のこと考えるんでね、
이름에 그냥 그거가 그리고 지금은 지금은 요새도 파리 요새가 무스카 들어가도 지났죠. 彼は 予定通り打ってきましたでも僕はそこにいませんでした。で、しかももらいました。っていうのが今起きてる。だから僕はあんまり大きさの予定通りなんだけど、全部止めちゃったりしない。打たせて。予定、彼の予定通り打たせて。それでしかも、それが大事なんで、そこのとこ忘れちゃない。ちょっと、ちょっとね、そういうところを見たんで。あとね、次に大事な。請求センター、請求センター、請求センター、昔だったら、今も打たせて。 これ外れちゃうとね、これ外れちゃう。こうやって入っていっちゃう、下もらうって、これ自分さらしちゃう部分なんだ。だから次は正中線ちょっとフォーカスして、正中線をいつも自分の正中線にやる。正中線をちゃんとこれ、こう、正中線、いつも正中線。この正中線。自分の正中線。で、打たせて、四角もらったら、この正中線、ここ。 こっちじゃない。あ、こっちで、こうやってれば正中線なんだけど、例えば、こういうふうに正中線で、必ず正中線でな、正中線、ここ正中線、正中線。それを意識してる。それすごい大事ですから、次の点は正中線。妨害しないで、そのまま打たせて、下こもらいました、次は正中線。ずーっと正中線、自分正中線で、こうもらってるから。 これやりましょう。何の技でもいいです。塩投げでもいい。何でもいい。あ、ごめん。内側入った。いいよ。ここ入ってきたね。だから塩投げないと、近くもらう。したし。終わってそのままいったら、正中線じゃない。ここ正中線だから。ここね。こう。正中線。正中線ってのは、 発想って考え方あるんだけど、発想、それよりもその方が分かりやすいから。なるべく正中線。いつも正中線で、こう、正中線。ね、正中線ね。正中線。こう。いや、そこ意識して、いろいろ技で。今のテーマは正中線ね。正中線。自由に動いて、自由に動いて、こうね、いつも正中線。いつも、いつも、こう。 で、で、なんかやる。お手返し。何でも正中線。塩投げも正中線。外れちゃうことあるんですよね。外れちゃうとぶつかっちゃうんですよ。引っ張っちゃったら。外れちゃう。だから、いつも正中線で真っ直ぐ。こう。で、ずれちゃって、ぶつかっちゃったらこれね、どうすんの？これ、お互いぶつかって、ガチってぶつかって、予定ぶつかって、ずれちゃって、お互いぶれちゃって、こう。 そしたらやり直すってことだよ。ってことは、ここのところが固まってる。ギューって力でこのままいっちゃうのね。そうすると、いててててって壊れちゃったりとか、嫌なこと、喧嘩になっちゃったりとか。あ、いけねって気がついたらすぐ直す。やり直す。すごい大事。だから、それをもっと、なんていうの、それに執着しない。執着しないで、正中線外れて失敗しちゃったら、あ、失敗しちゃったら、やり直す。 また、やり直して、ちゃんと。ね、正中線になって。そう、そうでいいし。だから、ここ、こういうとこ自由じゃないと、楽にして。いついちゃって固まっちゃってると動けるんだっちゃうから。おい、こうやってやって。あ、まあ、なんでもいいんだけど、失敗ですよね。失敗したら、やめて、やり直すと。人生と同じ。やり直す。<笑><笑>やり直すよ、できるから。 いつでもできるから、まあ、死なない限りね。だから、何でもいいんだけど、何でもいいんだけど、で、ぶつかっちゃって、あってなったら、やり直して、なんか、やり直して、スピーチするな。やり直す練習。だから、いいですよ。ギュッて持ってあげて、あげると相手が、例えばギュッて、横面でギュッて、やらないで、妨害する。ちょっとぶつかった時に、やり直す。やり直す練習。 やり直して正中線で、そういうふうに意識して、今、これをつけましょう。じゃあ、ぶつかって、ぶつかった時に、もう一回正中線に戻って。じゃあ、それをしましょう。じゃあ、今、いろんなこと言ったんですけど、横目打ちが分かりやすいから横目打ち。まあ、打ち方の問題もいろいろあったんだけど、で、今度はいろんな障害、それを使って、正面打ちとか片手持ちとかいろいろやってましたよね。やってますよね。
それでちょっと同じことなんで、それでみんなで練習しましょうって話。で、正面やりましょう。正面打ちがさっきのこれと同じなので、で、これとこの正反して、予定通りここって言いますから。こっち打ってこないから、絶対。彼女絶対ここ狙ってくるの。そういう結果だから。当たり前だけど。これよく正面打ちやりましょうって。横打ちやられたらちょっと困っちゃったなってなっちゃう。必ずここ来る。ここ来る予定が分かってて、自分は外し方としてはこっち側とこの線外してこっち側2つこう。それと線でもらって上がった時に、上がって彼女が振りかぶった瞬間に上がってくれば、こっちあっちやんなくてもそのままこうね、出て引けば線でもらえる。あとになってくると、こう振り落ちてきたらどっちかに避けないとやられちゃう。どっちか。これは5の技。こっちかね。その2つ。線でもらうんだったらどっちでもいいんですよ。線でもらうのも入ってるんだから、どっち避けるしかないって話ですよ。だから、まあ一挙やりましょう。じゃあ一挙は回想とかみんなそうですけど、線の技でグーッと打ってから一挙の技はできない。だから万一のために棒になったりの時はこう、こっちかこっち寄せるんだけど、基本的には線で上がった、あの振りかぶってきた時にもう入ってる。それで、ただ、じゃあ最初に、こうね、こう上がった時にも入ってる。で、何もしてないから、打てないから、避ける必要がない。で、真ん中タンのとこ入ってて、予定通り。基本的には表は線の技で、まっすぐはこの線です。腕の方にならないで彼女がこれ、あ、こう入ってればこの足来ないんですよね。足蹴り来ない。こうやって立ってるとね、来たりするんですね。だからちゃんとこうもらってるから、僕は彼女もらってる、全部もらってる。それで、ね、あんまりちょっとしないで、裏はちょっとこの空港出てるから、ちょっと打った後こう回ってきて、あの線でも出ますもちろん、上がった時にパッと入ってきてもできる。じゃあこれ普通のいつもやったやつですから、さっきやったなんだっけ、いろいろなんかやりましたね。それちょっと考えて、あれね、強い人ってやるとね、みんなこう、この手ほら、予定通り来てくれてるんだけど、線で取りたいとかって言うとさ、向こうにこうやっちゃうの。ほら、こっち行っちゃうと全然ダメなの。これ、いついちゃってるわけ。で、その時はさ、自分が線でもらうってことは自分から打っていくっていう感じなので、自分から打っていくっていうのはどういうのかっていうと、ちょっと待って、自分から打っていく。そうすると彼は避けて、この手を避けるよね。これがこう出てきた感じなんだ。だから、昔ほら、返しなんて、我より先になんか、ね、打ってて、受けたよね。受けたやつをこう出てくる。それが線の形。こうね。だから、ほら、彼が打ってても待ってちゃいけない。大手やるときは、だから先に打っていって、受けたとこう。もう、受けたときはもう終わってるんですね。やった方がいいと思います。強い人ってやってる。それとね、向こうへ出すのは、みんな向こうこの気になるから向こうへ押したいんだけど、押さないと下なの、真下。自分の中心に置き換えるのが一番簡単。自分がいなくなって真下っていうのが一番。力ある人、強い人、こういなくなって、ここいなくなって、このポーズ。力がないから。その辺がテクニックで、たくさんの人とたくさん稽古やれば、だんだん分かってきて、それポーズみたいなね。でも基本はさっき言ったら予定通り、予定通り打ってくるのを予定通り、自分が予定通りにさばいて、なんかさばいて、で、ぶつからないとか、成立線とか、
いろいろありましたけど、これでなんかね、こう、なんかこう、やってるって、そういう形だな。ぶつかったら、ぶつかしわったら、自分がいることとか、そういう話でいます。いろんなそういう、どういうふうにやって稽古したらいいかなってことを考えながら、ちょっとやってるんですけど、じゃあ、そうね、じゃあいいです。じゃあ今度は、今正面で向こう側に、こっちの、この線からこう、こっち今度、自分が、お、強いから、入れ替わっちゃう。気にしないで入れ替わっちゃう。正面に来たり、こっち、あっち、それ集中線なんだけどね。向こうへこう行くんじゃなくて、こう来たら、ボーンって来て、ここで予定通りだから、予定通り待ったら来ちゃうから、頭が立ち払われちゃうから、ちょっとずれて、あっち側通る。それから、転換隣で、転換。来ました、あっち側通る。そういう感じ。打ってきたら、パッて、こういうふうに、向こう。なるべく妨害しない。彼がおっとっとっとって勝手に自分で言っちゃったってそういうふうに妨害しないで彼の予定を彼の予定を妨害しないで彼の予定を妨害しないでそのままじゃあちょっと入れ替わるのやりましょう今一挙の逆だけど一挙のこっちに狙ってこっちにこっちに狙ってこっちに狙ってじゃあちょっとやってみましょうか今ねこちらがこう出してきておいてこっちからですねこう入れ替わったんですよこう来てここで向こうにあ、これ、ね、そういう感じ。だから、何、打たせて、こう、すれ違って横を取ってきて、すれ違ってこっちからこういうふうに横に、横にこういうふうにやってるわけじゃない。こう来たらくるりんって、ここで、彼のいる場所に僕が行って、こういうふうに。僕のいた場所に彼が行ってどうぞ、そういう感じだから。こう横にこうスライドさせてるわけじゃないんだよ。それと同じことが今度表に今こっち入ってみましょう裏に入ってみましょうこれが入れてきて立ちなってこうねな同じ考え方だから今表にこう入ってきたんだけどここで入れここに入ってきたんだけど裏もここに入ってこっち投げてみられなくて僕は彼の向こう側にちょっといけないですこっち側に来てるとか、この辺に来てるとか、そういう意識で僕はやってます。いろんなやり方あるかもしれない。ここで何かやってみなくて、ここでやってるから、入れ替わってるからね、位置的に。で、今は表、今度はこっち。で、ここじゃない。ここ。そう、だから、ここを落とすと、自分の中に入ってきて、できる。じゃないと入ってこない。入ってこないっていう意味が、これやっても入ってこない、自分の中にね、出ていっちゃう、向こう出ていっちゃう自分の中に入れるためにここに入ってるで、ここに戻る入ってくる自分の持つの真ん前に、もう入れ替わった裏から入れ替わったそれが自分投げになったっていう形で、こう、ここに、それからこうか、右が出てこういう感じで。じゃあそういうちょっと意識の使い方っていうか、表にくるりんこんって今やってんだけど、その逆、ね、ちょっとやってみましょうか。でそれで意味ないような感じ。だから通り抜けて、彼を通り抜けて、ここでやらないで。ここでやらないで。ここまで通り抜ける。それから落とす。と入ってくる。こういう感じね。じゃあちょっとやってみましょうか。どうぞ。今、後ろね。みんなやっぱりここね強いからどうしても気になって一挙でもそうかもしれないここ無謀しちゃうってここ自分の予定通りここって来てるんだこれにこれを妨害しちゃダメこれをこうやってやっちゃダメ、ね、これをこうやってやってなんかやっちゃダメ一挙ダメ予定通り打ってこさせないとだから打たせてあげてるって感じなので的を作ってあげてる自分の的に彼は打ってきて的の予定通り打ってきたのをなんかやってまあ、予定通り来たのなんか僕がいなくなっちゃって、ね、こういなくなっちゃって、そういうふうにやらないと。おこれやってる人たちは、そうじゃなくて、その、なんていうの、いかに早くとか、いかに強くとかってやってる、あの予定してるの、ね、予定を外してなんかやってるんだけど、僕ら予定通りやらせるっていうのが仕事。予定を外してなんかやってるんだけど、予定通りやらせる。予定通りやらせてるの。やらしてるから、
僕は自由でできる。これ予定を外そうと彼らの予定を外してやろうと思うと逆にね、こうだから何でもそう。予定を歌、予定通りに言って、僕は予定通りに男にいると。全部予定通りだから、マッチングしてるというか、予定の外し合いとかやってるから、そういう話。だから、そういうふうに見えるかもしれないけど、で、いろんな役者の稽古の方があって、今後ろに予定通り、ね、予定の後ろ入って、で、予定通り。全部予定通り。自分の予定通り。あの稽古たくさんすると自分の予定が先の予定まで全部分かってくるわけで、稽古が浅いと自分の予定が分かんない。これ人生も同じかもしれないけどね、あの年取ると、あと3年で死ぬなとか分かってくるのかもしれないんだけど、まあそういう話ね。だから稽古たくさんして予定通りとすごい楽なの、自分の人生もね。だから予定だから稽古して予定通りにこれ、このまま待ってたりしたから、なんかちょっとプロテクトして、いなくなって、攻撃の線を外して、全部予定通り、予定通りやって。予定通りじゃないな。その場、臨機応変にやってんだけど、なんちゃら、まあいいや。最初からこう予定してるわけじゃないのね。あの、その場その場で、その場その場で、予定通り。そういう話。いろんなそれで裁きやります。稽古の方法として。今後ろに入ってきましたけど、入ってきてここからこう振ればもう一回やり直して、人生やり直してこういくらとかね、こう、ああ入り投げ、ああやめたっつって人生や、ちょっと人生変えてこうこういうふうに入るとか、いろんなことできるから、それでいろんな稽古方法があるんだと思うんですよ。で、打たせのうち予定通りね、こっち来て全部予定通り、予定通りっていうのは長期的予定じゃなくて、その短期的にその瞬間瞬間で、瞬間瞬間でなんか線外して、線外す外しをなければそのまま入って、はい、でそういう話だ。じゃあ今度今いろいろ騒ぎあるんですけど、打たせて打たせてこの枠もらう、こっちからさっきはこう、今度こっちからさっきはこうってこっちなんですけど、今度はこっちなんじゃなくて、今度はこっちからためにギリギリになってから、今度こっちにもう一個まあいろいろどうぞ順に、あの今のいろんな裁きやってみてください。これ座ってやればまさに、例えばこうね入れ替わって、これ座ってやればまさに同じこと、こうやってきて入れ替わって、入り身ではやらないんだけど、さすがに座ってるから、座ってったら足が移動がすごい難しくなってくるから、あんまりやりませんけど、まあ、呼吸なんかはで上げといて、自分と彼が入れ替わる、入れ替わって、これ今内側に入ったとか、さっき一つ前に、まあいろいろあったら使いました。最近はね、昔はね、バッチをやって、やったり、強い人ね、お前に言いますけど、最近はね、こうやって、落っこったんで、なるべく、こう落とす、これ入れ替わってみんな、こう落とす、おできたらこれ、ちょっと差別で見つけるでしょ、でも、もうちゃんと持って、相手と何かしようじゃなくて、こういうふうに、こう、何もしてないのね、妨害してないから、彼を妨害して、よりどころも、僕の方がより、彼によりどころを求めて、こういっちゃったら、僕はやられちゃう。だけど、よりどころいらないから、この手をバーッと落として、この手を落として。落としてた、よりどころ作ってない、こういうところにいいのいらないから、自分が出たそういうふうにやってるんですよ。
まあいろんなやり方ありますから、じゃあまあ最後ですから、これでまた来年まだしゃべら、あ、演舞会があるんでね、演舞会ありますけど、もう少しですから、怪我のないように最後、じゃあ、目標やりましょう。